AWS 認定ソリューションアーキテクトアソシエイト SAAC03 のサンプル問題第1問を解いていこうかなと思います。はい、まずは問題を読んでいきます。ある企業は複数のアベイラビリティゾーンにまたがる VPC 内でパブリック側の3層ウェブアプリケーションを実行しています。プライベートサブネットで実行されているアプリケーション層の Amazon EC2 インスタンスではインターネットからソフトウェアパッチをダウンロードする必要があります。ただし EC2 インスタンスにインターネットから直接アクセスすることはできません。 EC2 インスタンスが必要なパッチをダウンロードできるようにするために実行すべきアクションはどれですか。2つ選択しなさい。 A パブリックサブネットで NAT ゲートウェイを構成する。 B インターネットトラフィック用の NAT ゲートウェイのルートがあるカスタムルートテーブルを定義しアプリケーション層のプライベートサブネットに関連付ける。 C エラスティック IP アドレスを EC2 インスタンスに割り当てる。D インターネットトラフィック用のインターネットゲートウェイルートがあるカスタムルートテーブルを定義しアプリケーション層のプライベートサブネットに関連付ける。 E プライベートサブネットで NAT インスタンスを設定する。この5つから2つを選びます。で、まあ、いつも通り読んで気になっているところなんですけれども、この問題の注意点はまず3層構造になっていてアプリケーション層の EC2 インスタンスがありますと。で、この EC2 はインターネットから直接アクセスすることができない場所にいます。まずこれが1つ。で、2つ目がこの EC2 はプライベートサブネットにまあいるわけなんですけれども、でもインターネットにつなぎたいんですね。なのでこれが重要になります。で、まずここの理解をした上で読んでいくと C のエラスティック IP アドレスを EC2 インスタンスに割り当てるっていうところなんですけれども、パブリックサブネットにいないんですよこの EC2 は。なのでプライベートサブネットにいる場合 EIP をつけてもインターネットに出ることはできませんので、まずこれは違います。あとそもそも多分インターネットに直接アクセスすることができないのが条件なので、これはまず違うかなと。で、この関連していくとですね、インターネットトラフィック用のインターネットゲートウェイのルートがあるカスタムルートテーブルを定義し、アプリケーション層のプライベートサブネットに関連付けると書いてあるんですけど、これを定義してしまったら D に書いてあるこのアプリケーション層のプライベートサブネットはもうこれパブリックサブネットになっちゃうんですね。まあ、D と C をセットであれば EC2 はインターネットに公開されて直接インターネットに出ることはできるんですけれども、まあ、基本的には直接インターネットに出したくないはずなので、こういった形になってるのかなと思っています。で、E がプライベートサブネットで NAT インスタンスを設定するっていうところなんですけれども、今回は特になんか NAT インスタンスである必要がないので、まあ、NAT インスタンスじゃなくても良くないかっていうところなんですけれども、プライベートサブネットで NAT インスタンスまたは NAT ゲートを用意してもですね、基本的にインターネットに出ることができないので、まあ、これをしてもまあインターネットに接続することはできないというような形になります。なので、まあ、消去法になりましたが、答えはまずパブリックサブネットで NAT ゲートウェイを構成する A と、インターネットトラフィック用の NAT ゲートウェイのルートがあるカスタムルートテーブルを定義して NAT ゲートウェイがあるパブリックサブネット経由でアプリケーション層のプライベートサブネットから出ていけるようにするっていう B の2つが答えかなと思っています。では回答を見ていきたいと思います。はい、答えは A と B でした。NAT ゲートウェイはプライベートサブネット内の EC2 インスタンスからインターネットや他の AWS サービスにトラフィックを転送し、その応答をインスタンスに送り返します。 NAT ゲートウェイを作成した後、プライベートサブネットのルートテーブルを更新してインターネットトラフィックを NAT ゲートウェイに向ける必要がありますというような形になっていますので、なので A と B になります。で、ここからちょっと今日は構成図を出してお話ししようかなと思いますので、ちょっと一旦構成図の画面ちょっと移動したいと思います。はい、というところで本当に簡単なんですけど、ざっくり構成図を用意してみました。これはですね、ヌーラボさんの架空っていうのを使っていますので、もし皆さんも良ければ使ってみてください。結構こういう試験問題とかでどうなってるんだっけって考える上では、こういった作図するツールがあると勉強しやすいというか、文字だけだと覚えにくいので、ぜひこういったものを活用していただけるといいのかなと思っています。で、まあ、ここに書いてある通りで、基本的におそらく3層構造なので、ロードバランサーですねを経由してウェブサーバーがいて、下にまあ RDSDB がいるっていう3層構造になっています。で、真ん中のアプリケーション層はこいつがインターネットに出ていきたいっていう形なので、 NAT ゲートウェイをここにつけて、まあ、ちょっと紐付けとかルートテーブルのとかちょっとずっと表現しにくいんですけれども、まあ、紐付けをすることで、この真ん中のウェブサーバー自体は NAT ゲートウェイ経由でインターネットに出ていけるというような形になります。なので、じゃあさっきの通り、これ問題で関係ないんですけれども、まあ、この状態でもロードバランサーがフロントでパブリックのところにいれば、ウェブサーバー自体は直接公開されていなくても、ロードバランサー経由でウェブサイトを見たい人はアクセスできるわけなんですね。なので、こういった構造にすることで、ウェブサーバーをですね、まあ、とりあえず全体公開にしなくていいと、セキュリティ的にも、まあ、まず考えなければいけないポイントになりますが、そういった形で、かつ、さっき言ったみたいなパッチを取りに行くみたいなことも、NAT ゲートウェイで実現することができます。
で、ちょっと今回簡単に図を用意したので、アベイラビリティゾーンを用意しなかったんですけれども、まあ、NAT ゲートウェイを基本的にサブネットというかゾーンに依存しますので、ゾーン A とゾーン C で例えばなんか冗長化したいとか置きたい場合は、それぞれ立てておくか、万が一こう障害が起きた時とかは、ルートテーブル切り替えて、NAT ゲートウェイ立て替えて、A から C にするとかっていう、まあ、ちょっとコストとの兼ね合いにもなりますので、一概に両方2台立てておくのがいいのかって言われると結構微妙なんですけれども、まあ、ちょっと今回の問題からそれちゃうんですけれども、そういったところが、特に SA プロとかの問題になるとそういったところも出てくるかなと思いますので、サービスが特にゾーンとかに置かれるものなのかどうかっていうものは考慮した方がいいかなと。いや、アプリケーションロードバランサー ALB とかだと選んどけば特に何もしなくていいっていうパターンなんでいいんですけれども、まあ、納得いたらおそらくそうじゃなかったと思うので、そういったところも気にするべきポイントかなと思っております。はい、といったところで今日は SA アソシエイトサンプル問題第1問を解いていきました。この後も引き続き C03 のやつは解いていきますので、ぜひ見ていただければと思います。ぜひまた C02 の方も参考になるかと思いますので、そちらもぜひ見ていただければと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。